どうも、オナです。私はですね、今、伊丹空港におりまして、今日ちょっとあいにくなんで、飛行機に乗る予定でございますけれども、今回はね、東京に向かう予定でございます。それでね、今回は長い東京の滞在になりましてですね、ちょっと家族で、はい、行く予定でございます。こんな感じで、荷物も結構すごい。今回ちょっと娘もね、爆睡ですね。はい、ということで、前回は JAL でね、福岡まで娘と一緒に行きましたけども、今回は、ANA で初めて向かうということで、今回はね、この伊丹羽田はね、もう散々レビューしてるので、何話そうかなみたいな、プラスアルファで思ってたんですけども、プレミアムポイント2倍、これ熱いっすよね。うん、ということで、ちょっとその話をですね、しながらですね、東京に向かいたいと思っております。ということで、あんまり時間もないのでね、11時出発のフライトで、今10時でございますので、はい、早速なんですけども、荷物もありますので、預けてみようかと思います。ANA の赤ちゃんがいた時の、どういった感じにしてくれるのかっていうところもですね、ちょっと紹介できればなというふうに思っております。ということで、じゃあ行ってみましょう。私はですね、11時の羽田行きですね、NH22 便です。プレミアムクラスの満席です。ということで、2倍なのでね、プレミアムクラスでね、出来上げポイントを稼ぎたいというですね、方もですね、いらっしゃると思います。ANA は、このようなお手伝い必要な方ということで、ちょっとここで今回利用させていただこうかと思います。ここはもともと国際線乗り継ぎのチェックインカウンターだったんですけど、JAL に比べてちゃんとね、作られてる感じがします。ということで、搭乗券3枚です。娘もそのうち、マイルも貯めてほしいですけど、まだ無料で乗せてもらってるので、お、なんだみたいな顔を見ていますけど、空港は駅よりも親切な印象です。ポイント2倍は結構厚いですね。しかも今回はまあね、2倍、誰でもということで、はい、会員であれば。SFC も2万5000ポイントで実質なれるわけですから、めちゃお得ですよ。ちょっとそんな話をしてる暇もない。では保安検査場を通り抜けます。551で、ね、食べてもいいんですけども、そんな時間もなさそうです。子供用の検温器もありますね。お、かわいい。というので保安検査通りました。娘はボディチェックされて、こんな感じでこちらですね。もっとね、本当は787とか777とか選びたかったんですけど、時間帯が合わず、あれ737かな、はい、気になりました。搭乗ありがとうございます。あ、こんにちは。娘がいるんで、離陸中に何かあってもすぐ立てるように通路側に今回ちょっとしましたけれども、優先搭乗できるなら窓側でもよかったかもしれないですね。 Ladies and gentlemen, the doors have closed now. 結局横に人は来なかったんです。ほぼ満席ですけど。ということで、娘はミルク飲んでおります。この飛行機は ANA とフィリピン航空のコードシェア便でございます。また ANA ウィングスの飛行機乗務員で運行いたします。珍しく今回は男性の CA の方がいらっしゃいますね。安全の処理をご確認いただき、ご自身の姿勢を確かめてください。まもなくしたらいいです。今年初めての東京、全然半年ぶりぐらいかもしれない。前回行ったのは宮下パークとか、家族3人では初めてですね。はい、ということで楽しみでございます。では行ってまいります。それでは娘はうまいことリリックの時にミルク飲んで寝ちゃいましたね。もう理想のようなフライトでしたね。なんとかなりそうです。もらいました。娘も妻も寝ておりますので、私も寝ましょう。あっという間にも到着と思います。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりとお抱きください。座席ポケットの紺色の袋をお早めにお使いください。はい、着陸態勢に入ってから手荷物は前の座席の下に置いてください。しっかり抱えて。ちょっと怖いよね。
田空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は52番ゲートに到着する予定です。乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。ご質問がありましたら ANA 地上係員にお尋ねください。今日も ANA とフィリピン航空のコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗を心よりお待ちしております。 Ladies and gentlemen, we have landed at Tokyo International Airport. お待たせいたしました。11列目から20列目までにお座りのお客様をお降りいただけます。特に問題ないフライトであっという間でした。まあ、新幹線もね、乗りましたけども、我々も飛行機に慣れているということもあってか、ね、CA さんとかもスタッフの人も手伝ってくれるということもありまして、飛行機の方が楽なような感じがしますね。まあ、空港まで来るのがちょっと大変っていうところはありますけど、娘東京に初上陸です。今回も、まあ、航空券はマイルを使っておりませんので、まあ、2倍ポイントが溜まってるはずです。もう始まってるんで、6月末までだっけ、安いチケット取ろうと思ったら今から予約しておかないといけないって感じですね。まあ私もね、もうちょっと機会があればですね、ちょっとダイヤモンド今年こそは2020年を目指そうとしたんですけど、結局まあコロナでちょっとグダグダになっちゃったんで、2021年ちょっとダイヤモンドね、やっぱでも国際線ね乗れないとね、あんまり恩恵を受けることがないかなっていうのでね、ちょっと迷うところあるんですけども、では荷物ですね、受け取りましょう。羽田空港に到着いたしました。今ですね、娘はちょっとおむつ替えということで一人で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。